どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタはアリバイくんというネタです。これをね、結構前に作ったネタなんですけども、今回ね、このネタ陣のために新しくちょっと作り変えて、まあ、どんなネタかと言いますと、まあ、アリバイ作りの音が流れて、会社を休みたいサラリーマンがそのアリバイの音楽を流しながら、なんとか会社を休もうっていうネタなんですけども、まあ、今回見どころはね、ナレーターですね。ナレーター界の重鎮、服部潤さん。ね、これ知ってる方は分かりますよね。まあ、知らない方言いましょうか。今何やってるか。まず水曜日のダウンタウン。昔で言うたら皆さんのおかげでした。で、王様のブランチ今。関ジャニのクロニクル。はい、M ステ、ミュージックステーション。はい、しくじり先生、ゴッドタウン、はい。あざとくて何が悪いの？千鳥の癖がすごいネタグランプリ。はいはい、あと世界陸上もやってたよね。世界陸上、1個前の世界陸上やってた。世界陸上ね、このね、おっさんがね、なんか仲いいんですよ、僕。おっさん言うたらあかんけど。わかりやすく言うたら、イベントにダウンタウンさん呼ぶみたいなもんね。あ、そうですね。うん、はい。ナレーター界のダウンタウンです。友情出演なんで。そうですね、友情出演です。今一番売れっ子じゃない？一番売れっ子じゃないですかね、ナレーター界では。ね、一番売れっ子が友情出演。その辺もね。聞いていただこうかなと思います。ということで、新しく作り変えましたアリバイくんです。ご覧ください。どうぞ。もしもし、陣内ですけど。私、吉本商事の伊藤と申しますが、陣内くんがまだ会社に来られてないんですけど。え？会社の方に行ったと思うんですけど。そうですか。大事な会議があるのに、いくら携帯にかけても繋がらないんですよ。あー、会社行きたくないな。あかん、今日はもう絶対休もう。もうこんな時間から行っても絶対無理やしな。でもな、今日大事な会議あるからな。もう無断欠勤したら完全にクビやな。あかん、どうしようかな。パス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 パチパチパチパス。あー、ええなあ、学生は。こんな昼間からサッカーして遊んでんもんな。あかん、どうしよう。もう絶対休みたい。もう絶対会社行きたくない。あ、そや、この間アプリでアリバイくんっていうの買ってんな。あ、どんなんやろこれ。ちょっと電源切ってたけど、ちょっとつけてみよう。なんかいろんな状況の音が流れてアリバイを作れるって言ったもんな。え、どんな音入ってんのやろ。ちょっと聞いてみよう。あ、電車のホームか。なるほどな。今電車ですっていう時に使うねや。いや、でもこれはちょっと会社休まれへんしな。他ないかな。あー、コンサート会場ね。今コンサート会場なんで。いやいや、それ無理やな。コンサート会場じゃ休まれへんもんな。他ないかな。三時代坊殺行人犯人。お経。あ、これいけるかもな。お経ね。あー、よっしゃ、ちょっと待って、これ使おうか。これ使っても正直休ませてもらおうかな。こんなんやったらあかんねんけど、まあしょうがないな。もう会社休むためやもんな。よし、待ってよ。よし、ちょっと電話しよう、会社に。ピッと。もしもし、あの、陣内ですけど。君、こんな時間まで一体何やってたんだ。実はですね、部長。三時代坊殺行人犯者。おばあちゃんが亡くなったんです。だから会社休ませてもらっていいですか。おばあさんが亡くなった。さっき君のおばあさんと電話で話したぞ。やば、電話で話してるやん、おばあと。どうしよう。あの電話切った瞬間にゆっくりと息を引き取りました。急だったな。いや、ほんまに急でしたね。にしてもさっき亡くなってもうお葬式って早すぎないか。確かに早いな、それ。いや、あの、おばあちゃんの遺言で、あの、死んだらすぐに坊さん呼んでくれって言われたんで、あの、すぐ坊さん呼びました。そうか、はい、じゃあ私も今からそっちに行ってお焼香だけでもさせてもらう。いや、あのおばあちゃんの遺言で、あの、部長だけは絶対に葬式に呼ぶなと言ってました。はい、あのだから、あの会社休ませてもらっていいですか。はい、パス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 。
パスってなんだ。いや、おばあちゃんとの最後の別れなんで、今みんなでおばあちゃんのパスしてるとこなんですよ。はい、ああもう僕の番回ってくるんで、パスしないといけないんで、とりあえず切りますね。はい、切ります、すいません。いや向こう行けよお前ら、サッカー。いやバレたんちゃう今の。いやおかしいやん、思うやろな、そら電話で喋ってんもんな、おばあちゃんと。なんとかなったかな。まあ、ええか、これでなんとか行こうかな。ちょっと待って、こんなんバレたら絶対クビやろな、俺。クビどころか人間性疑われるよな。一応こう口裏合わせでおばあちゃん電話しとくかな。どうしよう、おばあちゃんと。あ、もしもし、どものりやけど。あんた、さっき部長さんからまだ会社に来てないって電話あったで。おばあちゃん、そのことやねんけどね、おばあちゃん、今日な、電話かかってきたらもう絶対に電話に出んといてほしいねん。もし電話に出てしまったら裏飯やだけ言うといて。もうとりあえず電話出んといて。うん、おばあちゃん、うん、約束ね、お願い。はい、頼んだよ。あー、これでなんとかいけるかな。ちょっと待って、疑ってたもんな、部長。ちょっと待って、他どんな音あんの。アリバイ君聞いてみよう。あー、中華料理か。中華料理は使われへんな。他ないの。あ、暴走族か。いや暴走族なんか使うとこ絶対ないな。どうしようかな。いや部長や。うわー、もうちょっと待って、ま、とりあえずちょっとお経を流そうか。漢字大暴殺行人犯にゃ。もしもし、警察もおかしいと思って今君の家に電話したらおばあさん出たぞ。最悪や、おばあ電話出たんや。おばあさんの幽霊が出て恨めしやって言われたんだ。よかった、おばあちゃんちゃんと恨めしや言うてくれたんや。これで信憑性出てきたかもしれんな。あ、やっぱりそうですか。私はそんなに恨まれてたのか。はい、部長のことは死んでも許さないって言ってました。なんかお経おかしくないか。いや、はい、ちょっとそうですね、坊さんのなんかアドリブでなんかラップ始めましたね。はい、やってるんですか、ね、ラップ。なんや、おかしなってる。最悪やこれ、最悪や。アンコールってなんだ。いや、はい、おばあちゃん生き返らへんかなと思って、今みんなでアンコールをしてるんですよ。はい。うわ、もう最悪や、こんな流れてる。ん、なんだ、何の音だ。出棺のクラクションです。今から火葬場行くんで。はい、おばあちゃんの火葬場行くんで出棺のクラクションなんですよ。はい、バイクで行くのか。そうですね、バイクです。なんかおばあちゃんの遺言で改造バイクで二ケツで出棺してくれってずっと生前言ってました。だから今からちょっと火葬場行くんで切りますね。最悪やこれ、無理やろ。なんや、改造バイクで二ケツで出棺するってどんな状況やねん。あかん、もうこれ絶対無理やな。あかん、どうしよう。また電話鳴ってる。もうええか、ここまで来たらもう出たれ。もしもし、さっきから一体どうなってるんだ、今どこにいるんだ。今火葬場に着きました。なんか流れろ、もう。あ、気やすいやなこれ。今おばあちゃん焼いてるとこです。油を引いて焼いているのか。はい、おばあちゃんの遺言で焼くときは油引いてくれと。くっつきたくないんで、油引いてこうじっくりとくっつかんように焼いてくれって言ってました。チンジャオロース、今チンジャオロースって言わなかったか。おばあちゃんの戒名です。はい、生前から死んだら戒名はチンジャオロースにしてくれと。絶対にチンジャオロースに戒名をしてくれとおばあちゃん言ってました。だからおばあちゃんの戒名です、チンジャオロースと言います。はい、もう最後の別れなんで、はい、切りますね。はい、無理やなこれ、クビやな。ええか、ちゃくちゃや、なんや、油で焼いてくれて、くっつかんように焼いてくれて、なんや戒名チンジャオロースって、絶対クビやこれ。もうええか、しゃあないわ。にしてもな、うすやとしてもちょっとおばあちゃん死んだことにしたからな、なんかちょっと心が痛いな。なんかもう帰りにお土産買って帰ったろうかな。おばあちゃん何欲しいやろな、聞いてみよう。
いや、おばあちゃん。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。